多摩センター方面から侵入中の車両から撮影改札口大塚、帝京大学駅は東京都八王子市大塚にある多摩都市モノレール線の駅。駅名は地名及び付近にある帝京大学八王子キャンパスに由来する。駅番号は TT03。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。 2019年度の1日平均乗車人員は3917人である。開業以来の1日平均乗車人員推移は下記の通り。駅の下を通る街道名から取った仮称野園街道駅として計画され、工事段階の仮称は、所在地の八王子市大塚から大塚駅とされていた。当初隣の仮称東中野駅で、帝京大学は、 大学の名称を入れることを主張していたが、キャンパス所在地と当駅の所在地は、大塚であることから、仮称、東中野駅を、中央大学、明城大学に譲り、当駅に大学名を入れてほしいという要望があった。また、東京都豊島区の大塚駅との誤認を防ぐことから、仮称の大塚と、帝京大学を合わせた駅名となった。玉物レール側は、当初、大塚駅で、 工事予定で準備も進めていたが、急に、帝京大学側から、帝京大学駅にしてほしいとの要望があったことから、平気の形となった。なお、キャンパス敷地に隣接した場所に立地する、中央大学、明星大学駅とは異なり、当駅から帝京大学までは、徒歩で約15分を要する。成績桜ヶ丘駅、高畑不動駅、多摩センター駅から、 大学校内まで休校日を含む路線バスが直通しており、大学へのアクセスとしてはやや利便性に欠ける。ただし、駅の近くに無料駐輪場があり、当駅から自転車通学する学生も多い。後日する、関場バス停留所より、帝京大学へ向かうバスが停車するようになり、以前よりは利便性は改善されている。帝京大学八王子キャンパス駅付近に、 石場停留所がある。2010年頃よりバス停やバス車内において石場と表記されるようになった。ありがとうございます。